はいどうも、タクタクです。右腕と少女やっていきたいと思います。ちょっとね、こっちに行ってみようかね。はい、いけるようになってる、いけるようになってる。そして開いている。なるほど、もうこっちに行け、いいってことだな。ひどい匂い。あ、なに、なん、いた？また、また右手が、右手分離。ね、あれ何、右手が何？あ、水を飲めば、分離できるシステム。キッチン台だ。冷蔵庫だ。飲み物や食材が少し入っている。ハム、リンゴ、卵。食べられそうなものはあるけど、どれをあげたらいいんだろう。ハム。リンゴ。どうぞ、リンゴ食べください。お、何？右手が立ってみたいに。口にするもので形が変わるのかな。 X キーで右手の姿を変えられます。右手は形を一つしか変えられま、覚えられません。他の形にしたいときはもう一度物を食べさせましょう。すげえ。代わりにセーブできないんだけど今。これで、あ、出られない。ここでセーブできるみたいですね。うなぎを飼っている。こっちで、お、お、強っ。もう大丈夫ん？あ、でも入れないよ。あ、進化してるときは開けられない。飼いが飼っているボロイドアでかなりガタついている。あ、開く。ドアエル式の、飼いが飼っている。あ、全然、しかもこけた。空のペットボトルを手に入れた。お、オッケー。来なかった。一回だけ。一回だけなのかな。あ、一回だけっぽい。キッチン台だ。あ、水くんだ。けど水を入れた。ちょっとハム食べさせてみましょうか。ハムを食べたら、今度は剣になるんじゃない？お、ほら。これで。あれ？これで。こう、ガタついてる。これで、右手を使ってドアを壊せるかも。壊してみる。ドリア！ドゥーラがいた。さあ、入る時は、収めないといけない。いろいろな本が並んでいる。どれも難しそうなものばかりだ。一冊だけ本がない部分がある。いろいろな本が並んでいる。どれも難しそうなものばかりだ。まあ、本を入れるんだろうな。開かない。よく見るとドアの下の方に穴が開いている。あ、セーブできる。あ、変形できないね。あ、飲んだ。あ、飲むと、あ、あ、ここで飲むと、そういうこと？入って、これを押す。開いた！素晴らしい。で、これで、水を飲むと切り離せるんだ。今それだけど。何かに、何か。メモのようなものを手に入れた。メモ、何か書かれている。色だな、これな。これ何、この5とか。でもこの周り何これ。3123456。青の青っぽい線何本。これ123456123。まあよう分からんわ。これ使うとか違う。なんか用途ありそうですね。近所、まあ、ここなんだろうね。俺のちょっといいっすか。あ、これ、待って、ここメニュー開けないんだ。
あ、ここも開けない。メニュー開ける場所がね、あれなんですよ、もう。ここなんですよ。ここセーブしつつ、このなんか色の線だと思うんだよな、俺。黄色が3本でしょ？で、なんか違う色。1、2、3、4、5、6。6なんかではないよね、この中にね。3はあってもね。でも、まあ、なんだろうな。3、まあ、3、6。3、6。緑が4。赤い線が1、2、3。1、2、3、4、5。で、あ、紫っぽい1、2、3、4。あ、でもな、この数字は何なの？ちなみに。4、8、7、6、9、3、5みたいな。6が9を囲ってるけど。まあ、俺の勘でちょっと一回やってみようかな。勘でいきましょうか、これは。色の線。で、5桁あるからちょっと。3、6、4、5、4。あの数字何？ロッカーがいた。本を手に入れた。あの数字なんだったん？フェイクってこと？まだあるよ。クトゥルフ神話が内容の本。クトゥルフちゃんと読んだことないんだよね。リアルラトホテプでしょ。持ってる本入れてみましょう。あの女、ここが動いた。予想してたよ。うん。何かある。あ、非寄生体捕獲についての契約書。生け捕りであれば700万、死体であれば500万で買い取りをする。今回の件についての情報、記録は公言、公開はしていな、ならない。結構高額な値段で取引されるんですね。非寄生者を捕獲する際、何か問題が発生しても、こちらは一切責任を負わない。非寄生者との一切の会話、意思疎通を禁ずる。5月21日、山口かな子の捕獲に成功。左手の寄生体でかなり暴れたため、殺害の地、研究所に引き渡す。殺したんだ。報酬500万。6月11日、あっ！立花京子の捕獲に失敗。立花京子の捕獲に失敗。強い、立花京子。逃走の結果、A が死亡。6月27日、立花京子の捕獲に失敗。京子強っ。逃走の結果、数人が重傷。一旦目標、桜井優に変更。なるほど。そういう経緯が。小さな。うわぁ！初見殺し！入れる。これどう、どういうことなの？ここセーブして、ちょっとここ、あ、まあどこでもいいわ。まあこれ。どうすればよかったんだろう。こうやって、締める説。あ、これ。こういうこと？シェナが言ったように。あ、なるほど。そういうことか。どんどん言うてるね。ああ！どうすれば？あ、ロッカーに入ればよかったのかな？ちょっとわかんないね。もしくは、この資料ちょっと読んでると、読んでないとでは結構違うとか。いや、京子強すぎね。戦って数名、返り討ちにするんだよ。いや、でも確かにあの、あ、これセーブで、変形っぷりは、そういうことなのかもしれない。あ、開けちゃったわ。開けてしもた。開けてしもたよ。開けてしもたよ。これ入れないでしょ。こう押さえつけとけばいいんじゃない？何もできないからな。っていうか、あれか、もしかして肉食っとけなきゃダメみたいなことかな。ちょっと待って、肉食ってくる、肉食ってくる。で、剣で返り討ちするんじゃない、これ。こうすんじゃん。冷蔵庫だ。
ハムを食べる。ハム食べとけば、これ慣れる。一回切断、切り離したから慣れなかったけど、こっちのエリアに行くと多分できるんじゃないかな。ほら、多分これで戦えってことなんだ。で、いきなりの不意打ちは怖いんで、あとこのフラグもちょっと発生させておいて、返り討ちにしよう、これ。来たら。来たらもう。さあ、来い。切り刻んだ。ああ、来いよ。なんで盾？盾だった？盾だった説は確かにあるよ。盾にしていいか、ちょっと。盾でいってみよう。でも普通、ちょっとやられる前にやるっていうのが仁義だと思うんですよね。仁義かな仁義かわかんないけど。仁義かわかんない。来いよ。どんな攻撃か求めてやるよ、これで。どないせっちゅんどないせっちゅんということで、この続き次回よろしくお願いします。次は突破できるでしょう。それではまたお会いしましょう。したっけ。